自己紹介してください。どっちから行きますか。じゃあそっちから行きましょう。はい、西村海です。よろしくお願いします。自分の名前忘れちゃった。西村智也です。よろしくお願いします。はい、智也です。はい、高上です。よろしくお願いします。高上です。いや、え、どうした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 、はい、本家どうした。29歳も真っ白です。よろしくお願いします。20とかけたね。今ね、ちょっと若干ね、滑るかどうかヒヤヒヤしながらやってたけどね。みんな興味津々に不思議な顔してましたね。流行りだから、そういう流行りに乗ってかないとこういうやつ。29歳と20をかけたってことね。そう、改めて言わないで。多分ポカンとしてる。ポカンとそうですね、分からないと思うかもしれないですね。今日はですね、あのメンバーの古内伝統、そして中井宏嗣が、お休みなんですけども、はい、4人でですね、パフォーマンスさせていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いいたします。まあね、あのグループでこうやってね、スタジオライブ出るのだいぶ久々ですね。そうですね。で、なんか個人っていうかのソロとかでね、あの、うん、スタジオライブ分けて出てたりはしてたんですけども、まあ、こうミルキウェイでね、あれでユニットで出るということで、新鮮というか、なんかあれだね、久々になんかこう出る感じだと、なんか衣装がね、なんか衣装久々になっちゃって。そうですか。うん、なんかシワシワになっちゃって。シワシワになっちゃって。この衣装もだいぶね、久々に着るんですよ。そうです、ね、で今日がなんか31度ぐらいあるみたいなんですけど、その暑さにね、もう全然こう通気性の悪さ、ね、ゼロですからね。すごい厚手の、ね、衣装になってますけどね。アウターです、ね、アウターということで暑いもん。そうです。それなんか一番ね、俺が気になったのはレイクのピチピチのね、ズボンなんだよね。これこれこれ、そう、レザーっていうの。そうです、レザーのパンツ。レザーのパンツね。あのちょっと自分ね、買い物に行ったら一目惚れして買っちゃったんですね。これ動きづらくないんですか。いや全然動ける。見えますか、皆さん。後ろの髪とか見てほしい。ツヤツヤですね。ちょっとあれにすんねん。ちょっと分かんなかった。さっきちょっとリナちゃんに教えてもらったんだけどできなかった。リナちゃんとかね、踊れますって見たかったら、言ったら多分やってくると思うんですけどね。虹優のね、勝手に言ってますけど、ごめんなさいね、勝手に言ってますけど、エンジニアの方すいませんね。困ったおじさんだし。困ったおじさん、29歳ですけどね。まあね、ミルキュウェイね、今後も頑張っていきますのでね、応援の方よろしくお願いいたします。お願いします。それでは、じゃあ次の曲いきますか。次の曲というか、グループとしてはね、最後の曲ですね、うん、はい、まだエンジニアもありますけども、ミルキュウェイとしては最後の曲です。じゃあ曲振りをハイ君お願いします。それでは聴いてください。東京メリーゴーランド。I'm gonna go.
ありがとうございます。ありがとうございます。以上、ミルキーウェイでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ラストはエンジェルちゃんですね。エンジェル